えでは、まず最初に学習範囲、いわゆる試験に出てくる範囲と同時に、えー、まああの今回学習する範囲を説明させていただきたいと思います。まあ、全体の枠をつかむということは非常に大事ですので、あのー、こちらをち説明させていただきたいと思います。えー、まず学習範囲、いわゆる試験範囲としましては基礎的な物理学および基礎的な科学、危険物の性質ならびにその火災、 予防及び消化の方法それと危険物に関する法令と大きく分けるとその3分野になります法令に関してはちょっと焦点がたくさんございますので次のページに載せてまた説明させていただきたいと思っているんですけれどもまず上からいきますと物理学と化学に関しては物理の基礎知識化学の基礎知識燃焼の基礎知識消化の基礎知識とこの4つですね でまあ、物理と科学が中心になりますで物理と化学に関しては大体まあ中学校レベルの物理と科学、えー、ぐらいのレベルのものだとあの考えていただいて結構だと思いますでその次危険物の性質と、えー、並びにその火災予防及び消火の方法とで危険物のこちらに関しましては危険物の分類それからあの第4類に共通する特性第4類危険物の性質と、えーまあ、今回の試験が、えー オツ種第4類ということです、ね、そので第4類とはどういうものかということとそれに共通する性質であるとか危険性そういったことをです、ね、そのものズバリとで法令に関しては次のページまず上から危険物の定義と指定数量製造所等の区分各種手続き及び義務違反に対する措置危険の予防と点検 え、危険物取扱者等保安体制、製造所等の位置、構造設備、ま、貯蔵取扱の基準、え、運搬移送の基準、製造所等に設ける共通の基準。まあ、こちらからしてはいろいろあるんですけれども、基本的には、あの、法令ということですので、いわゆる、あの、ま、危険物の場合は消防法で規制されているものですので、消防法ですね。消防法で定められているということですね。上から、ま、言いますと、 要は危険,物の定義危険物が消防法でどういうふうに定められているのかとかあとは貯蔵取扱いの基準だとか運搬移送も、えー、まあ消防法上どういった貯蔵をしないといけないどういった取り扱いをしないといけないであるとかあのそういったことが定められておりますのでそちらに関してということですね、まあ、配点とあとは取材範囲も広くて配点の方もあも大きくなっております。 でその次、えー試,験にかまあ、試験に関してなんですけれども、まあえー、この3分野、出題数が各々の物理学と科学、こちらが出題数が10問、えー、危険物の性質、火災予防、消火の方法、こちらの出題数も同じく10問で、法令に関しては15問ですよという出題数になっております、計、えー、で10問、10問の15問の35問ですね。 でえー、合格ライン、これはあの何点以上取ったら合格できるのかということで以前、ガイダンスのときにもご説明させていただいたんですけれども基本的にはあの各々の分野あの全体ということではなくて各々の分野で6割以上ということになっておりますしたがって、まあ、物理学科学の場合はスタイ数10問に対して6問以上の得点危険物の性質火災予防消火の方法 こちらに関しましても同じく10問中6問以上の正解。法令に関しましては15問出題されますので、15問中の9問を各々特定しないといけないですよと。35問中、合計でならして6問ということではなく6割ということではなくて、各分野ごとにまんべんなくならないと足切りになっちゃいますよということが定められております。こちらはあの 学習していく点で、えーまあ、一つのポイントというか重要な点になるというふうに、えー、思います、えー、でその次まだ、えー、入って、まあ、何の学習もしてないのに、えーまあ、コツということであの一番最初に先ほど申し上げたとおり私の持つ全てのノウハウ歯科試験に対する絶対的なコツということでまず最初にあの一つご説明させていただきたいと思います えー、こちらに関しましては、まあえー、満点を取ろうとしないと満点を取ろうとしない資格試験の絶対的コツ資格試験の一つの特徴これはあの、まあ、いわゆるスポーツとかオリンピックとかそういったことであれば1位に金メダル銀メダルとかっていうふうに分かれておりますけれども資格試験の場合はそういったいわゆるその、まあ、順位付けするものではなくて当然のことなんですけれども、まああ,のまあ、ある一定レベル以上であれば皆さん合格ですよと。 えーまあ、6割以上あの取れば6十点,、まあ、点で合格しようが、まあ、70点で合格しようが一緒ですよと逆に61点だったら合格だけれども59点だとだめですよと、まあ、そういった場合の資格試験において非常に重要なのは満点を取ろうとしないことということですね。 まあ、あの、資格試験の本で、勉強法の本を書いていらっしゃる方に、例えば68点を確実に取る方法であるとか、70点を確実に取る方法という、あの、書き方をされている方はいらっしゃるんですけれども、あの、それはそれで非常に、あの、正しいことで、必ずしも、えー、まあ、100点を目指さなくても、68点でいいですよと、確実にそれを取りなさいよということですね。あの、まあ、これ、裏を返して言うと、どういうことかというと、えー、まず、まあ、 あの細かいところにあ,のあんまり時間を割かないと基本問題をきちんと取って6割以上取れるようにしてくださいよとあの、まあ、誰もがわからないような問題のために非常にあの、まあ、そのための学習ですねそれに非常に時間を割いて基本問題を落としたりそのための知識があやふやになったりするようなことがなくあの基本に忠実に6割以上をあの取るようにしてくださいよということですね。えーまあ 先ほどのいわゆるすべて6割取りなさいという、まあ、取らないとだめですよというのはあれ 6, 割、まあ、6割あるいは7割を取,って取ればいいですよとあの一つだけ得意分野とするのではなくて <laughs> まんべんなく基,礎あの基本を大事にして、えー、合格ある程度のレベルであの合格を心がけてくださいとあの非常にあのこれは、まあ、私自身も実際にあの、えーまあ、心がけていることになります。 まあ、一応、そうですね、これが非常に重要なポイントになると思います。